例外とは、通例の原則に当てはまっていないこと。一般の原則の適用を受けないこと。例外とは、通例の原則に当てはまっていないこと。また、一般の原則の適用を受けないことである。例えば、法則が成り立っていない事例のこと。あるいは、法則がそもそも適用されていないもののこと。例外のない法則はない。例外のない規則はないなどと言われることがある。規則や法則には、 例外が付きものではある。対比される概念は原則である。法律論では何が原則で何が例外だという議論の仕方をすることが多くある。いつでも一定の原則だけで例外がないということは滅多にない。大抵のケースで原則が多くの場合に適用されるものの例外的に原則が適用されない場合があるということになる。 よって、まずどのような場合に対して、どのような原則があるかを明らかにし、その次に、その原則の例外は、どのようになるかを明らかにする、というのが、法律論の一般的なパターンである。法律の条文や、契約書の条項も、こうした、法律論のパターンに合わせた形で書かれていることが、一般的である。よって、法律や契約書もこれを意識しながら読むと、まさしく理解できる。 例えば契約書の場合について解説してみる。例を一つ挙げる。売り主は本商品を来年3月31日までに引き渡すものとする。ただし売り主の責任によらず商品が完成できない特別な事情がある場合にはこの限りではない。この契約では原則は3月31日が引き渡し期限となっている。例外としては売り主に 落ち度がない特別な事情が生じた場合は、売り主は3月31日までに引き渡す義務は、負わない、ということを言っている。契約書の例外は、ただしという言葉以降に書かれていることが多い。とも言う。原則と、例外の話は、実体法のレベルだけで現れるわけではない。手続き法のレベルでも現れる。法律をよく知らずに法律を読む人は、結論はどちらだ 結論がはっきりしない。とか、法律は面倒だ。などと感想を漏らすことがある。では、なぜ法律には一般に原則と例外があるのかというと、人間社会の事象というのは、ケースバイケースであり、一律にどちらかとは決められないからである。ケースバイケースであるから複雑になりはするが、そうしたやり方で決めるからこそ、社会正義に即した妥当な結論を導ける。 という面があるのである。例外的な状態を意図的に狙うもの、いわゆる法律の網をかいくぐるようなものが現れることがある。それがどう腰状態化すると法律があっても機能していない、意味がないという状態になってしまうこともある。例外には歯止めを設定する場合もある。例えば道路交通法は緊急自動車をその例外に認めている。その有益性は明らかであろう。 しかし例えば警察車両であれば無条件でこれを認めるのではなく警告灯やサイレンを鳴らすことを義務付けている。生物学の分野では例外は多い。メンデルの法則は身近な動植物ですらむしろ綺麗に当てはまるものを探すのが難しく、生物全体を見れば直接当てはめることすらできない例も多い。そもそもメンデル自身自説を発表する際、 予備実験として多くの形質について実験を行っており、その中から法則性を示せる形質のみを取り上げているが、その際に取り上げた形質の数より捨てた形質の数の方が多い。しかし、メンデルの法則は生物学の分野ではむしろよく整えられた法則である。生物学の歴史を見れば非常に多くの法則が提唱されては消えている。 それらの多くは確かに当てはまる例はいくつもあるにせよ、当てはまらないものの方が多いんじゃないか、というものもある。そのため、その多くは、〇〇の場合、となることが多いといった言い方で示されている。中には、生物に関してあるアイデアを思いついた場合、それの裏付けとなる生物は必ず存在するという声、ある。例えば1921年に、ペトロニビクスは、種、 系統樹及び軍の進化の法則と題して24の法則を総括しているが、この中には1、法産の法則、7、修練の法則のように、現在でも認められるもののそれを法則とは呼ばないようなものばかりである。現代物理学においては、物事を数的に表現し、数学を用いて把握しようとする。だが、数学は形式科学なので、自然科学とは異なり、 数学だけでは自然については何も言うことができない。どのような関係にあるのかというのは実際に確かめてしてから判断し実際に確かめる前に推察でうかつなことを言ってしまうのは避けるとするのが自然科学である。また、ある時、ある数式を思いつきおむねその数式に沿って自然が動いているようだと考えられるようになってもだからといって いつでも数式通りに自然が動くだろう、などと期待したり、絶対に数式通りに自然は動くはずだ、と決めつけるのは自然科学的には不適切である。いつも疑う態度を保ち、実際に確かめ続けるのが自然科学的態度である。なお、振り子の当時性は古くから言われているが、実は振り子はいつも当時的に動いているとみなしてよいのか。 ある振り子が一回触れる間を同じ時間とみなすと方針を定めて理論体系を組み立てたのか突き詰めて科学哲学的に考察する場合難しい問題をはらんでいる例えば当時の日の出から日の出の間に揺れる振り子の回数を観測してみた場合にそれがある年に増えた場合に1日の長さが伸びたのかと考えるのか昨年と比べて 振り子の一回の揺れにかかる時間が短くなったのかというのは、この観測だけでは解決できない。他の様々な観察をいくつも行い、総合的に判断せざるを得ない。一つの振り子だけを用いている場合でも複雑であるが、複数の振り子、あるいは周期的な運動を時計として用いている時に、それぞれがずれた場合、それが何を意味しているのか解釈する場合も、 実は複雑になる。あらかじめ想定している法則に当てはまらない事例が見つかった場合、どう判断するのかという難しいテーマがある。同じ事象を目の前にして、どのような判断、行動をするのかということで結果が大きく異なってくる。数学の指則演算の場合、任意の二つの数の間でどの演算もできるし、どの場合も答えは一つ求められる。 しかし、例で除残することだけはこの例外である。この場合、例外は明らかにこの一つだけである。数学においては、命題に一つの例外を挙げることができれば、その命題は正しくないと判断する。その場合は、例外とは言わず、反例という。その数があまりにも少なく、また、それを取り除いた範囲での、その命題の正しさが証明できるのであれば。 例外をあらかじめ明記する形で命題を記述する方法もある。プログラミングでは、プログラムがある処理を実行している途中で生じうる設計から逸脱した状態を例外という。プログラムの利用者が対処するエラーとは異なり、例外は開発者が対処する。例外発生時には、プログラムにより実現されるシステムの内部状態に矛盾が生じており、 適切に対処されなければ、以後の処理継続が不可能になるか、処理が継続できても、破壊的な処理が進行してしまう可能性が高い。設計上無視する場合は問題にならないが、例外の見落としは重大なシステム障害につながる。システムが正常な内部状態を保つためには、開発者により全ての例外への対処が設計されていなければならない。例えば次のような状態である。 例外が発生した場合に、現在の処理を中断して、別の処理を行うことを例外処理という。プログラミング言語としては、Java や C などが例外機構を備えている。Java では、例外が生じた場合の処理の仕方を、あらかじめ記述することで、処理が全体として破綻しないようにすることができる。Windows でのブルースクリーンが表示される、例外例 E なども例外に当たる。また、 CPU が例での除算などの実行できない処理に遭遇することについても言う。ユニックス KOS でハードウェア例外が発生すると、カーネルはプロセスに対してシグフップやシグセグフなどのシグナルを生成する。自然言語に文法や語法にも例外がある。例えば英語の動詞の規則活用には例外である不規則活用が存在する。例外のパラドックスは、 嘘つきのパラドックスやラッセルのパラドックスに似た、パラドックスで、例外のない規則はないという規則たる命題を仮定し、その命題に対して、このように、例外のない規則に例外があると仮定してもないと、仮定しても自己矛盾してしまう。ゆえに、元の命題自体が偽である。そこで、例外のパラドックスはこの法則自体にも適用できると付け足す例もあるが、 付け足したとしても元の命題を真にすることはできないため、これはナンセンスである。この法則自体にも適用できると付け足す例もある。詳しくは、下記参照。小学館プログレッシブは A 時点、例外ハットウェブリオ、例外、ハット ABC 工事園、例外、ハット ABCDEFGHIJKLM、NO 浜辺陽一郎、いざというとき、 きっとあなたの役に立つもっと早く受けてみたかった法律の授業第8件目原則と例外 PHP 研究所2004ありがとうございます。